バネッサ・パラディは、フランス出身の歌手、女優。俳優のジョニー・デップは、元パートナーであり、長女リリー・ローズ・デップも女優である。地元のリセ・マルベルや、フォントネス・イコール・ボアのリセ・パブロ・ピカソに通っていた1987年に、シングル、夢見る場で、歌手デビューし、フランスで11週連続で、ナンバー1となる大ヒットを記録。 フランス語の曲としては珍しくイギリスのチャートのトップ、10にも入った。ファーストアルバム、マリリンジョンもヒットした。当時は世界的に10代のシンガーがこぞってデビューし、フランスでも、バネッサとエルザ・ランギーには、アイドル的な扱いをされた。エルザは正統派アイドルなのに対し、バネッサは、ドリータ的な雰囲気を持ち、下足らずな歌声で人気を博すが、あまりに怖く的なために、 女性やメディアからの激しいバッシングを受けた。若き頃1990年には、セルジュ・ゲンズ・ブールプロデュースのバリアシオン、1993年には、レニー・クラビッツのプロデュースで、B、マイ・ベイビーをリリースし、世界的にヒットするなど、フランスを代表するシンガーとなる。クラビッツとは交際の噂が立った。おじである俳優ディディエ・パンの紹介で7歳の時に、 テレビ出演している。1989年の白い婚礼で映画デビューし、セザール賞新人女優賞とロミー・シュナイダー賞を受賞した。1998年にはハーフ・ア・チャンスに出演し、アラン・ドロンとジャンポール・ベルモンドと共演。1998年にはパトリス・ル・コントの橋の上の娘でダニエル・オートゥイユと共演した。その後、 夏季の出産などの理由によりしばらく映画出演はなかったが2004年にはディディアティエリー・ポワロー兄弟による SF パニックサスペンス作品エイリアン VS バネッサ・パラディで映画に復帰したシャネルやミューミューなどの広告等にも起用されている2016年第69回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門の審査員に選出される 1998年にカナダで国会不法所持容疑で拘束されたことがある。1998年から俳優のジョニー・デップと交際し、1999年5月7日に長女を2002年4月9日には長男を出産。結婚はしていなかったが、おしどりカップルとして知られていた。しかし2012年6月、ジョニー・デップと破局したことが、 代理人を通して明らかになる。2013年から歌手、プロデューサーのバンジャマン・ビオレと交際していたが、2015年に別れている。2016年より映画監督のサミュエル・ベンシェトリと交際し、2017年11月に婚約、2018年6月30日にフランス北部の小さな町で挙式を行い結婚した。妹のアリソン・パラディは、 女優として活躍中、ありがとうございます。